そうですね、今日の試合は、昨日すごいいいリズムで、プレーできたので、今日も積極的に攻めて、主導権を握っていこうと思ったんですけど、少し、飛ばしすぎてしまうところであったり、あとは1ゲーム目大きくリードを取った時に、少し、気持ちが緩んでしまったというか、そういう自分の隙を見せてしまったので、2ゲーム目は苦しい展開になってしまったのかなと思います。そうですね、無理に、自分が決めに行った時に、相手にレシーブされてしまって、そこで相手も多分、打たせても大丈夫だろうっていう気持ちに余裕ができたと思うので、そこが、少し自分の見せてしまった隙かなと思います。そうですね、昔から、自分の憧れの選手でもありますし、でも自分がトップに立ちたいと思った時に、絶対に超えなきゃいけない壁だと思うので、明日は憧れという気持ちを捨てて、貪欲に勝ちに来たいと思います。そうですね、3年前の自分とはやっぱり、全てのスキルにおいて、今の自分は強いと思うので、結果は、今までの成績は、リンナン選手の方が上ですけど、やっぱりコートに入った時に、自分の方が劣っていると思ったら勝てないと思うので、今は自分の方が強いぞっていう気持ちをしっかり持って、気持ちの負けないようにしたいなと思います。そうですね、自分自身、久しぶりの対戦なので、対戦してみたい気持ちもありますし、でも、今回は、優勝したいという気持ちが強いので、明日は特に意識しすぎず、いつも通り、感謝の気持ちを忘れず、プレーしたいと思います。